はい、じゃあ、時間でございますんでな、引き続き、の方も多数おいでになりますが、今度は財表編だね、移ってまいりましょう。で、本来だったらね、財表は直前期ご担当の並木先生の方でおやりいただく予定だったんですが、まあ、いろいろお忙しいので、続けて僕の方でやります。で、当日のね、速報版の解説もまあ僕の話したというところがあるんで、まあ、続けてということでお話をしますよ。で、まず全体的な状況なんですが、まあ、皆さん通学っていうか、会場においでいただいた方々は、お配りさせていただいたこの回答速報、簿記論の後が財表編になりますんで、まあ、ページで言ったら5ページかっつうのかな、簿記論の総評の後に、私どもの方で、作成いたしました、予想の回答が載ってますよというお話です。で、第1も第2も理論編があった上で、まあ、第3も財表ですから、計算ね、お話が載ってて。で、一番最後のページに、簿記論同様に総評が載っております。で、載ってるんだけど、まあ、この一番最後だね、総評の末尾に、先ほど同様っていうのかな、よっこいしょ、ちょっと写そうか。はい、書かせていただいたのが、合格ライン、ボーダーだよというところでございます。一応ね、全体としてうちの方で出させていただいているボーダーは60点から63点ぐらいじゃなかろうかと、まあ、いうお話にはなりますが、実際、まあ、そこまではっていう気もするんでね、もうちょっと低いかなっていう気はするけどね。まあ、ボーダーより5点マイナスぐらいだったら全然望みあるかな、いう気はしますね。55とか56とかそれぐらいでも十分望みはあるような気はしますけどね。まあ、一応ちょっと高めにボーダーラインを設定してあります。まあ、他校さんなんかでもね、いろいろ点数幅があるとは思うんだけど、まあ、でもやっぱりこれぐらいにはなるのかなという気はします。で、これね、おそらく、まあ、皆さん方ご自身が結構お感じになるかなっていう気はするんだよね。まあ、特に簿記論と財表と同時に受けていただいている方が、まあ、特に私の受講生さんに関しては、まあ、圧倒的に多いっていうか、まあ、みんな受けるんでね、あれなんですけど、まあ、午前中一発目の簿記論で相当やられた後に、気持ち切り替えて財表になって、その財表のやっぱりね、まあ、僕が担当させていただいている母財大店のクラスに関して言えば、まあ、間違いなく勝負のかけどこは第3問なわけで。まあ、その点からすると、ちょっと一息つけるっつうの、その前の簿記論で散々パラやられた後なんでね、ちょっと財表の計算はほっとするっていうか、気楽にとは言わねえけどね、落ち着いてことに当たれたんじゃないかなという気はします。まあ、これも人によっていろいろ感じ方はあると思うんだけど、これまず僕の個人的な感想だけ言わせていただくと、私の母財大店のクラスは、もう講義の一発目からずっとね、財表の計算は目標40以上だということはずっと言ってきて、で、直前答練に関しては、まあ、繰り返しますけど、うちの答練めっちゃ難しいんで、40点だがなかなか達することもなく、40点どころか20点台だったり、なんとか頑張っていいなと思っても30点台だったり、いうところがずっと続いた方が多いと思うんですけど、まあ、そのね、辛い辛い答練を乗り越えていただいた方々であれば、これ40はね、第3問全然いけるかなっていう気はするよ。あとはもう怖いのはやっぱり理論だな。理論で変にはまっちゃうと、どうしても第3問にかける時間がなくなってしまうので。まあ、それによって第3問自体が回答がしきれなかったことで点数が伸びなくなっちゃうという怖さはありますが、まあ、でもね、今回の理論は、まあ、論述の内容がそんなに多いわけではないので、まあ、いわゆる選択式の問題が多いじゃないですか。で、選択式の問題が多いから、まあ、端的に言うと理論の部分はまずその選択式のところと計算ですね。
金額算定のところに特化していただいて、あとはまあ第2問の論述関連に関しては東連なんかでも散々パラで出させていただいたような領域のものがまあまあ含まれてますから、それに類する内容が記述されてれば満点とは言わないまでも、例えば半分とかね、60%70% の配点がつくとかいうことはまあまあありますんで、まああまり時間をかけずにね、ちゃっちゃと計算に移行するという、まあ極めてオーソドックスな座位表の解き方を踏襲していただくことができれば、比較的点数としては伸びやすかったんじゃないかなっていう気はします。だからまあ特に私が担当させていただく母材オーダーの場合には計算特化してますんで、今回の東連、まあ東連じゃない本試験に関してはちょっとまあ欲目も含めて言えば、オーダーの受講生産はまあできれば40以上、42とか43とかぐらいをちょっと目指していただけるかなという気はする。ただ一般的な財務諸表論の受講生産選定すれば、僕ちょっとこの何つうのかな、第3問のボーダーで言ったらやっぱり下っつったら悪いけど、加減、うちで歌ってる35っていうのが一つの目安かなっていう気はします。でもまあ5点ぐらいマイナスでも平気かなっていう気はするけどね。でもちょっと正直言って第3問の計算でやっぱ20点台は正直厳しいような気がします。やっぱりまあ悪くても30は保持してもらわないと、ちょっとこれかなりね取ってくると思うんだよね。でさっきね何人かの方とお話しさせていただいた時も、まあ自己採点ベースとはいえ45だとか46だとかね、まあ、そういう話もあるし、結構ね簿記論同時に受けてる人だと手が出ると思うんだよな。割かし手が出しやすいような気がする。そうね、だからまあ計算のところでどんだけ点数取れてるかがでかいわな。うん、だからもう去年なんかはちょっと率下がりましたけど、率下がったって別に傾向変わってないんでね。去年の試験だって、まあ、簿記論座位表ダブルでね、私の簿材オーダーのクラスの方受かってくださったりもしてます。数学の方でもいらっしゃいますけど、その方なんかやっぱり自己採点ベースですけど計算は普通に45とかいってますんでね。で去年は量は多いんです、確かに。で去年量は多いけど、ただやっぱり簿記論ベースでね、計算能力身につける人たちって別にできますからね。まあそうすると去年なんか彼女が図抜けて伸びたってことは全くない、いつも通りの45とかなんで、周りが勝手に落ちただけの話ですから、その前提からすると、まあ今年のクラスは今年の本試験に関してはちょっとその全体的な底上げが多分効いてくると思うんだよね。みんな割りかし点数取ってくると思うので、そうなっちゃうとやっぱある程度計算で点数作っとかないと厳しいよねっていう気はしますね。でもうね、今回の座位表の問題見てても思うけど、もうね決まりきった理論を一生懸命暗記して受かる時代はもうとっくのとおり終わってんですが、まあ今年ももうそれがもうより顕著になりましたよね。もう決まりきった理論だけもう何だか分かんないけどとりあえず覚えようみたいな、それでどうにかなるみたいな、で計算嫌いだからもうとにかく理論やるみたいな、もうそれじゃね受かんないですよ今の座位表。もう無理です、計算できない人はもう座位表無理です、ってあんまり言うとあれかもしれないけど、でも実際そうよ。だって理論のところで計算の内容問われてるでしょ。あれ何っつったらちゃんと内容を理解してるかを問うてんだよね。だすなわち僕らの時代っていうのは決まりきった言葉を決まりきった通り覚えりゃよかったから、まあ極端な言い方すれば内容なんか分かんなくたっていいんですよ。減価償却の意義って言われたらもうそれをとにかく書けるようにすればいいんだから、減価償却の目的って言われたらとにかくそれ書けりゃいいんだよ、内容なんか分かんなくたっていいんです。とにかく覚える、でとにかく覚えればよかったけど、今そうじゃないじゃない。第2問なんかいい問題じゃない、計算させてるじゃんね。で計算させてるってことは本当に内容を理解してますかっていうのをちゃんと計算過程で問うてんだよね。だからそういう傾向ってここずっと座位表続いてるでしょ。もうこれからも変わらないですよ。だから昔みたいに先祖返りしてですね、なんだか分かんないけどとりあえず規定文だけ暗記しましょうとか、こう聞かれた時にはこう覚えましょうみたいな、そういう勉強の仕方してもう無理です座位表。だから計算能力をしっかりと高めてそっちで点数作っていくような勉強していかないとね、もうこれから無理だと思いますよ。だからまあ散々パラ僕もね、嫌みったらしくですよ、毎回毎回の答練でね、
もう理論なんか別にどうだっていい、後でやればいいからちょっとね、とにかく契約さん取ってくれちょっとずっと言ってきましたけど、まあ、そういうことなんですよ結局。で結局計算分かってる人ってある程度自分なりの理屈みたいなのが出てるから、そもそも今回の問題もそうだし去年もそうだけど、ほらこういうさ五軍選択式みたいなやつって自分の中の理屈に基づいてある程度判断できたりするところもあるじゃない、ね、だからそうするとやっぱ計算強い人が圧倒的有利なんですよ、ね、普段自分でこういうふうに考えて計算やってる、じゃあそれに一番近いやつ選ぼうぜとかって出てくるわけだから、ただ計算できない人それができないからね、そうなっちゃうとやっぱ厳しいですよ。おだからまあこの経過はもう変わんないだろうね、変わんないだろうし、まあ、そういう意味では順当な問題なんだと思います。で思いますけどもどうかね、ちょっとしたミスが出やすいのもまたこういう問題の怖さだね。ちょっとまあ私だん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 話しててもね、さっきお話聞いても皆さんなんか割りかし手応えがあるみたいなんで、あれなんですけどね、そういう時こそやっぱりね、ちょっと足元すくわれちゃうようなミスっていうのが出ると怖いので、どっちがいいのかなっつった時に、まあどっちもどっちなんだけどね、精神衛生上は多分在票の方がいいんですよ。ただ受かりやすいっていうのはもしかしたら簿記論みたいな問題の方が受かりやすいのかもねっていう気はする。だってみんなできねえじゃん、できるところがちゃんとできてればいいよって話だけど、こういう時ってみんな点数上がってきちゃうから、結構やっぱりね、一箇所二箇所あったっていいんだけど、ちょろミスがあっちもこっちもってなっちゃうとやっぱりちょっと怖くなってくるんね。そういう怖さがあるから、まあ落ち着いてね、問題対応を図るってことはやっぱ必要だったかなっていう気はするけども、ただまあ幸いにしてって言ったらちょっと怒られちゃうかもしれないけど、本当に母罪で受けていただいた方は簿記論やった後にこの問題見ると相当僕はほっとしたっていうか安心したんじゃないかなっていう気はしますよ。簡単じゃないからね、別にこれ簡単じゃなくて普通の材料なので普通の材料はこうなのってことは、まあ逆に言えば今回のこの問題見た時に、まあ簿記論の後だから余計に感じたってのはあるかもしれないけど、少し解きやすいなとか少し簡単だな、まあ簡単とは言わないけど自分でなんとか手が出そうだなって思えるようになってるってことは、ここまでやってきた勉強の仕方は間違ってないと思いますよ、材料に関してはね。だってこの問題だってできない人はできないんだから、20点台だってワンワンいるんですから、絶対いますよ。で絶対いるんだから、まあ仮にここである程度ね、自分の中で手応え感じられたとか、30点台後半ぐらいまでいけたとかなってれば、それは全然僕はいいと思います。でそれは勉強の仕方間違ってなかった一つの勝訴だと思うんでね、まあ別に20点台だからダメだってことじゃないですよ、ダメだってことではないけども、まあ本試験だからある程度難しいんです。で難しいんだけども、ただその中でもやっぱ点数を作っていくいうことは必要で、今年の本試験の問題を見た時に、今の話じゃないけどちょっと気持ちがね、まあ、ほっとするとまでは言わないけど、いけそうだなっていう感覚になれたっていう人がいらっしゃれば、まあ多いと思うんだけど、そういう方々はね、勉強の仕方は間違ってない、ね、ちゃんとやってきたことが現場で出せたということだと思いますんでね、まあそういう意味では妥当な問題なんだろうなというふうに僕は思います。でその上で、まあ、各論点について申し上げておきましょうか。でまず材表の第1問に関しては、まあ2問形式で、冒頭がですね、極選択の話が続いております。で極選択の話が続いているんだけども、まあこれね、問題で言ったら B1 ページ側に乗っかってる、頭の方だな、括弧1番あたりの財務報告の目的を規定している下線1は意思決定有用性を示しているが、これを支える基本的な特性についてうんちゃらかんちゃらってやつがあると思うんですけど、まあいわゆるこれ外触れの関係なんですね。で選ぶっていう話になりますけど、これはちょっとね多分合わねえような気がする。合ってる方は立派ですけど、これなかなかちょっと正答を出すの厳しいんじゃないですかね。でおそらくですけど、まあ、回答作成された先生もおっしゃってましたが、多分ここね正答率低いですよ。
相当で前の試験でも出てるんですよこれ。で出たことあるんだけど、多分外フレの中でもこんなところはほとんど見ない論点だよねって話はやっぱされてましたし、現実的にここら辺はちょっと取りにきんじゃねえかなっていう気がするから、回ってなくてもあんまり気にする必要はないかなっていう気はします。で当然皆さん方にとって確実に取らなきゃいけないのはその後の説問括弧3番のとこなんで、あの括弧3番の話はもう資産とか負債の定義の話ですから、もうこれは資産の定義負債の定義、これはもう皆さん書けるようにしてくれって言ってるんで、そこに足がかりを置いていただければもう確実に選択できたと思うんでね、あのこれはもう取りどこですね。でそっちがまず確実に取れてればいいんじゃないのって僕は思います。だからまあ問いの一番に関しましてはそうね、括弧一番なんとかまあ頑張って埋まれば埋めていただければいいし、括弧1括弧3あたりが取ればいいのかなっていう気はします。括弧2番ちょっと厳しいような気がする。でだから括弧1番括弧3番あたりが取れてればいいんじゃないのいう気はしますね。で問いの2番は固定資産減損になりますが、固定資産減損、まあ、一番最初の選択だな、括弧1番の選択をしていただく内容、これはねいけるような気がすんだよな、なんとなく見慣れた話だとは思うので、括弧1番の選択肢、まあ模範解答をになってますが、ここなんかがちゃんとできればいいのかなという気はします。でそこがちゃんと取れればいいと思うんだよな。で括弧2番はね、ちょっとこれ固定資産減損の目的だけだったら多分書けると思うんだけど、臨時償却が比較の対象に入ってるのに、そもそも臨時償却って何なんだって話があったりすると思うんだよ。皆さんやってねえからねこれ、もう制度上廃止されちゃってますから、見たことないのが当たり前なんで、まあ、それと比較してうんちゃらかんちゃらって言われてもね、なかなか文章展開しにくいと思うんですよ。まあしたがってまあそうな、固定資産減損の特性ぐらいを書いておいていただければ、一応これ予想配点6点なんですけど半分の3点はつくと思うんだよね。でその減損の領域の部分で、まあ、マックス3点、まあ悪くても1点とか2点とか、部分点が広げれば御の字かなっていう気はするし、臨時償却については変にね、もう分かんないもの当てずっぽで書いたってしょうがないから、もう触れない方のが特殊ね、皆さんにとっては有利になると思うんで、そこら辺なんとか少し書いといていただいて点数拾えれば御の字かなっていう気はします。でまたはこの A の部分のね、臨時償却の比較の話とはちょっと厳しいかなっていうところであれば、 B の方だったらなんとなく自分のね計算過程で書けるかなっていう気もするんで、まあ岩盤だったらこっちかなっていう気はするね。で岩盤だったらこっちかなっていう気はするけど、まあでもこれもなかなか満点数が出ませんから、思いつかなきゃ思いつかないで別に書けなくてもいいのかなっていう気はするけども、まあ1点ないし2点、部分点ならいいというところでやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、要は回収可能価格の決定に至る商品売却価格と使用価値の比較の過程というのを皆さん方に説明していただければいいので、その選択過程ですね、回収可能価格の選択過程についてある程度の記述がされてれば1点ないし2点はつくはずですから、そこがちゃんと書けてれば全然僕はここはいいのかなという気はしますよ。それぐらい、まあ少し狙っていただくぐらいでいいのかな思います。で括弧3番はちょっとこれはもう分かんねえと思うんで書かなくていいと思います。連結うんちゃらがんちゃらってのはね、こんなんどうせ書けませんからいいです。したがってまああまり時間をかけないっていうことですね。でそれに比べるとまあ皆さん方にとって比較的手が出やすかったらやっぱり第2問だと思うので、第2問は皆さんにとっての取りどこだと思うんだよね。で計算と併用で問題が出されておりますが、まあ論述内容に関して言えば、そうね、論述内容に関して言えば、まあ減損とかの見たことないような話を一生懸命考えるよりは、今回問いの1番で言えば括弧2番の設問、自己株の取得についての定義等は、まあ、東連等でも出させていただいてるんで、これに類する話が書かれてれば、まあ、しっかり点数つくと思いますよ。
資本取引に該当するという趣旨と、ね、株主に対する資本の払い戻しを意味するという特性がちゃんと書いてれば、これ総配定の3点は来ると思うんで、何の問題もないと思います。そこがちゃんと書けてればいいんじゃないですかね。で、同様に括弧3番の新株約権の位置づけ、ね、これに関しましても、まあ、こちら今現在ね、まあ、純資産の部株主資本とは区分して書きます。その時に不再生が否定される内容であったりとか、ね、不再生が否定されるからこそ純資産の部に移るんだと。で、純資産の部に移るけども、これは払い込み資本ではないと。したがって株主資本としての特性は持たないから独立区分で書くんだという趣旨の内容なんで、類似のものこれもね、少し当連で皆さんやっていただいてるんで、その分類過程がある程度書けてれば、まあ、総配点6点ついてますから、2点ないし3点は拾えるかなっていう気はするんでね、まあそれぐらい狙ってもらえればそれでいいのかな、いうふうに思います。でね、あの皆さんこれできました？問いの1でさ、括弧4番の計算これ出たかね。うちの公表でもちょっとこれは出せないよねって話になってるけど、これね、出せた人自信持っていいよ。本当に処理ちゃんと分かってる一つの証だと思うよ。これ確かにね、公表でも書いてあったと思うんだけど、むずいんだ俺、むずいんだっていうかあれなんですけど、結構ね、そうだな、これで答え出すの大変だわ。で、これで答え出すのは大変だよねっていうところはあります。これ回答要求がさ、株主資本の増加を答えろって話になってるでしょ。で、株主資本の増加要因って新株約権に絡めて言うと、権利更新に伴う払い込み、ね、まあ、具体的には新株発行によって、払い込み資本が増加するってのは一つの要因だけどさ、これ問題の資料からしても、最終的にですね、新株約権の取り崩しなんかをしていただくと特別利益が立つじゃないですか。で、その特別利益は当然のことながら利益上限に振り返られますんで、株主資本の増加要因だもんね。で、そこまで考えなきゃいけないですよ。だから権利行使の話だけじゃないんですね。で、そういった一連の過程っていうのをしっかりと考慮して作業はしてくださいよと、ね、執行分があるじゃない、ね、だからそこも株主資本の増加要因になることは間違いないですよ。だから権利行使だけじゃないんですね、株主資本の合計ですから。いいですか、払い込み資本の増加こたるつってんじゃないんで、だよね。で、そういう意味では、今の話じゃないけど、払い込み資本と株主資本、まあ普段聞いていただければなんてことないと思うんだけども、問題回答ことに当たるにあたって、まあ馴染みのあるね、払い込み資本という概念と株主資本という概念の相違をしっかり理解しているかどうかというのを、この計算を通じて皆さん方の当点ですよ。すっごいいい問題だと思いますよ。財表っぽいじゃない、もうなんかへりくつっぺいけど、でもへりくつではないわけでね、処理論に基づく話なんで、僕これすごいいい問題だと思います。で、これね、そうは言ったって出ないと思うよ、出ないと思うけど、まあ、多分そんなとこまでなかなか思いが至らないと思うんで、でもこれできてる人いらっしゃったら自信持っていいよ。これもう立派なもんです。なかなか合わない、ね、なかなか合わないと思うけど、これ出してたらもう相当自信持っていい。少なくともこの分野については相当勉強やっていただいた証だと僕は思います。普通はだって権利行使の話しか頭に浮かばねえからね、だからこれすごくいい問題だと僕は思いましたね、だそういったところまでご考慮いただくとよろしいんじゃないかなというふうには思いました。まあでもこれはできなくったってしょうがないよね。で、しょうがないと思うんで別にいいと思います。で、問いの2番の方もね、まあそうね、選択肢選ぶものがちゃんとできてればそれでいいと思うし、論述はちょっと厳しいかな、まあ論述はちょっと厳しいかなっていう気はするんでね、まあ五軍選択か、選択のところがちゃんと取れてれば全然いいんじゃない。何したって、まあ、これはもう僕ずっと直前の討論でも繰り返し言ってますけど、あんま時間かけないことですね。あんま時間かけないで、まあ、理想で言えば今日も計算には70分、ぐらいは回していただけると理想なのかな、いう気はしますよ。だからかけて50分ですよね、理論は。で、欲目を含めていやですね、20分ぐらいで理論はけりをつけていただけると非常に良かったような気がしますね。だって選択肢の部分っていうのは見りゃ1回で分かるわけじゃないですか。で、そこで分かんないものはもうね、自分の中でこれかなと思うものを選ぶしかないわけじゃないですか。そうすると論述の内容だって、
まあね、無理やり考えながら文章を書いても正直あんまり意味ないわけで、そうなってくると、まあ、計算にある程度時間を割くにしたって40分ないし45分ぐらいで一つ蹴りがつけられると非常に良かったような気がしますよね。でそうすればだって70分75分は第3問計算に集中できますから、苦労だけど、まあ、皆さんは一番最初に問題のチェックはされてるはずなので、その段階である程度第3問については手が出やすい状況かなというのが当たりがついてれば、まあそこはやっぱり勘案していただいて、ある程度第3問に注力するというか、回答時間を割くというか、まあそういった戦術をしっかり立てていただくということがやっぱ大事だったんじゃないかなという気はしますね。ちょっとそれぐらいのつもりでやっていただくのが大事かなという気はする。でその前提で作業に入っていただくんだけど、じゃあ最後の第3問どうかな。第3問はね、なんかこれ簿記論と一緒に受けた人は簿記論の続きみたいのも入ってるからね、またこれだよみたいな話もあるんであれですけど、まあちょっとそれがね、あのトラウマになってて少し嫌な感じになった方もいらっしゃるかもしれませんが、でもまあ処理自体はそんなにっていう感じだから、どうかな。なんかでも特に癖があるのってあんまないんだよな。であんまないんだけど、まああえて言えば、B14 ページ側から始まってる内容としての借入れ金関連なんかちょっと意外とミスが出やすかったりもするし、あとはまあこれか、B15 ページ側になりますけど、従業員賞与、これね、修正再表示、過去の誤病の訂正が入ってますんで、まあ、ここら辺はの税効果の関連なんかをね、考慮しなきゃいけないよっていうところもあったりしますから、少しやっぱり税効果については、鬼門かなっていう気はします。で、まあ、ある程度パターン化できるっちゃパターン化できるんですが、どうしてもこの税効果が合わなくなっちゃうと、まあ、皆さん方の繰越利益上限とかも当然合わなくなりますんで、これね、まあ、ここが一つのまず判断指針になって、過去の誤病の訂正やっていただくときに税効果の適用ってかなり特殊じゃないですか。国の税金さんとか使わないんで、これ結局ね、で使わないんで繰越利益剰余金と法人税等調整額だけで対応しなきゃいけないパターンですから、ただまあそれそんなに皆さん方にも重点的にやっていただいてるわけではないので、もうそこはね思いつかなければ、もういっそのことその段階で、法人税等調整額とか繰越利益剰余金なんかも捨てちゃってね、部分点はないわけですから、もうここができないんだったらそっちは捨てましょうと、ね、そっちは捨てましょうという前提で、そうするとあえて皆さん方はまあ税効果の関連で言うんだったら国の税金資産を負債に特化するとかね、そこは関係ないわけですから、そこだけに特化してやってこうよとか、そういう切り替えがちゃんとできてればあんまり問題ないのかな。だからまあその関連ぐらいなんじゃないのかな、言う気は僕はするんだよな。やっぱねそこぐらいかな。やっぱちょっと僕解いてて怖いなと思ったのはやっぱその2つかな。で逆に言うとね、それ以外はね結構解きやすくないかな。これ貸し倒れ引き当て金も普段は結構めんどくさいと思うんだけど、あんまり動かないっちゃ動かないんで、比較的手は出しやすかったような気はする。比較的ね。で比較的手は出しやすかったような気がするし、今回出題されてる貸し倒れ引き当て金なんかめっちゃ僕いい問題だと思います。これなんかテキストに載ってるみたいな問題だね。なんだっけ B10 ページ側だっけ、ちょっと行ったり来たりで悪いけど B10 ページ側見てもらった時に2番か、2番で受け取り出方売り掛けに関する事項だどうっていうのが載っててね、でカッコ2番だっけ、でカッコ2番でございまして、得意先 D 社に対する営業債権は前期において経営状況が悪化していたため貸し倒れ懸念債権に分類で、同社は罰9年2月に2度目の不当たりを発生させ銀行取引停止処分になりました、うんちゃらかんちゃらと、まあ話になっとんだけど、これ D 社って今年の段階で破産構成債権に移行しますが、去年の段階でもうすでに貸し倒れ懸念になってるってことは個別引き当て法の適用対象だもんね。
で、総損と当期における特損として計上しなきゃいけない繰りの算定にあたっては、前年度設定済みの引き当て金と当期末要設定額との差額の部分として特定をするわけであって、そこの部分なんていうのは基本のキーを踏襲していただければ対応も比較的しやすい話になる。で、逆に言うと、そうだな、その点だけできてしまえばあんまり問題もないんじゃない。だってその後に出てくる、なんだっけ、得意先 E 社だっけ、得意先 E 社は今年から貸し倒れ懸念に移行するんで、その去年の時点では当然一般債権ですから、これ総括引き当て法の適用対象ですからね。そうなってくれば、今ご紹介させていただいたような D 社に対する債権とは扱いが違うわけで、それでちょっと基本の過程をしっかり追っていただければ、まあ貸引自体もそんなに売上債権の変動自体がないんでね、非常に手が出やすいと思いますよ。で、これなんかはもう貸し倒れ引き当て金関連で言えばある意味イロハの意なんで、こういった基本の部分がちゃんと出題されててね、そういったところをきっちり対応できれば得点になりますよって話になってるっていう点からすると、まあ、非常にこれ解きやすい問題かなっていう気はするし、ただまあ今僕がバーって言ったぐらいの話はね、あの口頭で聞いていただいてパッと判断できないと多分この問題できないですね。だからそういうところがやっぱり差になってくるのかないう気はするけどね。まあ地道に地道に基本の過程をしっかりとやっといていただいた方はあまり問題なく対応できたんじゃないかなと思います。で、待ちに待った、ボキロンじゃ出なかった有価証券がその後来るんでね、まあ、こんなのもうね、まあ、皆さんにとってはもう取りどこも取りどこですから、こういったところはもう全部合わせ切るというのがもうやっぱ前提になりますわ。で、これはちょっと取ってもらわないとな勇気がするけどな。まあ株式交換うんちゃらかんちゃらって話もあるけど、別にこんなの普通に言ってる話を乗って話をそのままやらいいだけの話ですからね、難しくもなんともないんでね、ちょっとここら辺はやっぱ取ってほしいけどね。別にほら、皆さんとって財務公正予算アプローチに基づく現金給付を伴うような特殊な事例みたいなのちょっと見たじゃないですか。あんなじゃねえからねこれ。ただ単純に株式効果の処理やらいいだけの話ですから、まあそういう点からするとこういったところはやっぱ取り切ってほしいよなっていう気はする。よ、でもいけんじゃないかな。その他資本剰余金からの配当なんていうのもまあこれもイロハのいいでしょうしね。なんかやっぱね、本当にベーシックな問題でまとめてきてるよなっていう感覚があるから、まあこれはちょっと有価証券は満点ペースでしょうね。普通に考えて、ちょっとまあ一箇所二箇所まあどうしても誤答を出すことはあるかもしれないけど、うん、でもこれは取り切ってほしいな、いう気はしますね。で、B13 ページが言ったってですね、これは期末棚卸資産評価、ちょっと数が多いんで、こういう問題解き慣れてない人は集計でミスる可能性がありますけど、まあ、逆にはこんなの乗っかってんデータで言われた通りに集計すればそれでことは足りちゃうんでね。だって何しろ他にしろって全部書いてありますから。だから何も考えることないでしょう。で、だからこれ慣れだと思いますね。こういう類の問題をどれだけやってるかじゃないですか。別に自分で大きく考えなきゃいけないものってあんまりないじゃない。全然ないとは言わないけどですか。だからちょっとやっぱここら辺もそうだな、ちょっとこれも取り切ってほしいよな。まあそんなこと言うと全部が全部になっちゃうんだけど、まあ今回は売上原価の内訳なんかがね、回答枠に設定されてるわけではないので、多勘定振り替えの扱いとかそこら辺もね、少し回答枠としての売上原価の内訳記載がないことで氾濫ね、混乱してしまったって人もいるかもしれないけど、ないんだったら自分で作ればいいだけの話ですからね。でそうすることで算定すればいいだけの話ですから、まあこれはちょっとやっぱできてほしいけどな、と僕は思います。ただ時間がないとね、こういうのってやっぱ解いてる時間がなくなっちゃうんで、
さっきの話に戻るけど、やっぱちょっとこれ理論にあんま時間かけてる人厳しいかもね。こういうのどん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 飛ばしていくことになりますから、ちょっとそうなると厳しいんじゃない。だから皆さん方、まあ満点とまでは言わなくてもいいけど、でも結構この商品やりやすくないですか。止まることはないでしょう。別に止まることはないと思いますよ。時間だけありゃね。でそうするとやっぱりここら辺はちょっと取りたいよねっていう気はするよ。まあ駆動だけど好き嫌いの問題もあるしね、得て増えてもあるし、まあ確かにイージーな、比較的ベーシックな問題だからこそ、まあ計算ミスも出やすいっちゃ出やすいのかな。でもまあこれは取ってほしいな、いう気はしますね。で次有形固定資産だけど、まあ有形固定資産はさっき、そうだな、なんか難しいのってあるかな。いやこれね、あんまり言うとあれかもしれないけど、僕今日ここに来る時に電車の中でこの資料を見ててね、何話そうかなと思ってきたんだけど、こんなこと言うと失礼かもしれないですけど、話すことないですよあんまり。これだって取らなきゃいけないところって取れるじゃないねえ。で手が止まっちゃって何やったらいいか分かんないって多分ないんですよ。で多分ないから、有形固定資産のとこだってね、確かに何だっけ、構築物への振り替えを修正をしなきゃいけないとかさ、まあ、そんなんありますよ。ありますけど、そこの部分はだっていくらについてどういうふうにやれって書いてあるんだから、言われた通りやりゃいいだけだもんね。でそうすると悩むことあんまないと思うんだよね。だからちょっとこれ親切すぎるぐらいちょっと親切だなって僕はちょっと言い方あれかもしれないけど思いましたね。有形固定資産はすっごい親切ですよ。ですっごい親切だし、ソフトウェア、ソフトウェアなあ、まあ、ソフトウェアだってそうだね、まあすでに事業共有してる、なんだっけ、営業管理システムだっけ、営業管理システムについては、まあ、対応年数のね、短縮、まあ、利用可能期間の短縮の話がありますが、これだってだってテキストの設立と変わんないんじゃないですか全然。だからもう普通ですよ。普通にテキストの設例なんかに準じてやってもらえばいいし、まあ、当然この事務管理システムについての政策途上にありますって話については、まあさっきの話じゃないけど、簿記論でね、ああソフトウェア仮勘定だとかって思い出してれば書けたと思うけど、ただまあそっちが思いつかなきゃね書けないかなっていう気もするんで、まあそれはそれ別にできなくてもしょうがないかなっていう気はするけども、まあすでに事業許容されてる営業管理システムなんかはやっぱ取り切ってもらわないといけないだろうないうふうに思いますね。で電子記録さえもなんか何の問題もないですから、言われた通り分けりゃいいだけですからね。でしょ。で借入金がさっき言ったけど、ちょっと借入金がね、問題がねちっと読みにくいところがあるんで、まあ、結構当連の時もそうだけど、借入金って意外とミスるんだよね。で借入金は意外とミスるんで、まあここら辺なんかは冷静になっていただければそんなに問題もないのかなというふうには思うけどね。まあ貸借対照表、回答はこう見た段階で、流動負債の区分にね、短期借入金と1年以内返済長期借入金が分割開示されてるという事実はもう回答用紙見た段階で明らかになってるわけですから、皆さんもうこれ借入金については当然回答手続き進める段階でその前提で作業しないとね、最初にそれは把握をしておく必要はあったと思いますよ。で最初にそれは回答用紙から把握をしておく必要はあったと思うけど、ただ逆にはそれぐらいだと思うんだよね。でそれぐらいしかないのかな。 あと利息か。利息が片っ端はもう前払いで片っ端は後払いだからね、そこはちょっと煩雑なので引っ張られる可能性はありますけどね。ただまあそこもしっかり読み取りをしていただくのと、あと保証料をね利息として落とせっつうのはこれは言われた通りやればいいので、まあでもこれちょっとミスるかな。利息がちょっと怖いかもね、いう気はしますね。
で、転換社債型新株予約券付き社債も、これも普通だな。だやっぱここら辺も手が出ないってことはないんじゃないですかね。なあ、さっきの話じゃないけど、やっぱこの借入金とね、僕は思うんですよ、従業員賞与の過去の誤謬の訂正に関連する税効果ぐらいじゃないね。ちょっとまあミスを誘発しやすいのって多分それぐらいじゃないですかね。あとはね、多分まあ本当に冷静になってやってってもらえればほぼできると思いますよ。だからこそまあね、後から振り返ればっていうところはあるけど、どんだけ計算に時間割けたかじゃないですかね。結構やっぱこれ取ってくると思うな。そうだね、そうだね、まあちょっとそこだけかな。あとはもう皆さん、これも東レなんかを通じてね、まあ財表ではあんまり多いパターンじゃないかもしれないけど、今僕が怖いねって申し上げた借入金とか従業員賞与に関して、賞与引き当て金が期中賞与支給の段階で取り崩しがされてない事実も載ってたりするじゃないですか。で、くどいだけど過去の誤謬の訂正にかかる部分なんか分かんなきゃ分かんないでいいんで、そっちはもう切っちゃってね。じゃあその税効果が関連しないところ、従業員賞与に関するところに特化して点数を作るようにしていこうとかっていう切り替えがちゃんとできてれば、現実的には結構なんじゃかんじゃ言って点数は取れるんじゃないかなっていう気はするんだよね。だから、まあくどいだけど、そこの税効果ができなければ当然法人税等調整額は合わないし、繰り越し利益上金も合わなくなる。で、合わなくなるけども別にそんなの気にしなくったっていいんで、本体の部分の処理をしっかりと意識して確認をして、で、まあそうね、従業員賞与本体等でしっかり回答を作り上げるっていう前提での作業をしてっていただくと、あまり問題もなく対応は取れたような気はしますね。まあそんなもんかな。でもそれぐらいしかないんだよね。退職給付なんかもペラボに簡単ですからね。勘弁法でございますから、ほんならちゃちゃってやっていただければすぐ解けちゃいますからな。悩むものないんだよね。悩むものないんで、まあだから怖いんですけど、そうね、そうだな。でもそれぐらいかな。あとは最後の方に載ってる配当の話がね、ちょっと時間的な関係なんかをしっかり意識して見ていただかなきゃいけないので、準備金積立額の計算なんかはちょっとミスが出やすいですから、そこはご注意をいただく必要ってのはどうしても出てきてしまいますけども、どうしてもほら、これ今回転換社債型の新株約権社債の部分もあるからね、まあでも時間がまあ明確に載ってるからあんまり悩まないとは思うんですが、そうね、それぞれの取引が実施された状況っていうものをしっかり捉えていただいて作業手続きを進めていただければそれで問題なかったのかないうふうには思います。で、最後の中期に関しては、まあ、ちょっとその過去の誤謬の訂正とか、そこら辺の話については適切な語句、まあ、これを埋めましょうって言ってもなかなかパッと言葉が出るものでもなかったりすると思うから、まあ、1箇所2箇所はこれ落としてしまうところがあっても仕方がないのかなっていう気はします。ただ、まあ、通常通りっていうのかな、貸借対照表ね、貸借対照に関する中期であったり、まあ、あと一番最後、株主本と変動計算書に関する中期でね、今回は当期末、ね、事業年度における発行済み株式数と当事業年度末における自己株式数を答えなさいって話になってるんで、まあ、ここら辺はね、ちょっと集計だけしっかりやっていただければ、まあ、ちょっと自己株はめんどくさいところもありますけどね、あまり問題なく対応取れたのかな
あ、有機マシン、あ、そうだ、さっき僕触れるの忘れちゃったけど、これ東連でやったやつなんですけど、皆さん覚えてます？配当、配当、そうだ、僕これ触れようと思ってて忘れちった、ごめん、あのちょっと B16 ページが戻って、配当、これ配当支出額って出た？自己株に配当しないんだよ、東連でやったでしょ、ね、それが分かってれば準備金出ますよ。で皆さん、そこの部分なんか一回東連出させてもらったけど、そのために有価証券のところの自己株乗ってんだからね、そういうことですよ。あ、ただこれ同じ問題出してますからね、東連ですか。でそういったところをちゃんとね、あのやっといてもらうとね、まあつったって、まあ、いや分かってる人はあんまり問題ないと思うんだけど、これちょっと意地悪だったね。あの何の関連性もない形になってるから、当然の解釈でやれって話になってんで、ちょっとそれは意地悪だったかもしれないけど、でもこれまあ当然でやったんでね、あったあったいうふうに気づいていただければ相当いいと思いますけどね。ただまあこんだけ離れてると繋がんねえかもね、繋がんねえかもしれない、繋がんねえかなっていう気もするんで、まあそれはそれでいいんじゃないですか。あ、ただまあね、準備金なんかを計算するところにもちょっと影響してしまうんで、まあそこら辺だけちょっと注意していただいて対応していただければよろしかったかな、ああいうふうには思います。あれ簿記論だったかな、まあまあでも簿財ね、簿財の方ちょっと前提になっちゃうかもしれないけど、ちょっとどっちだったかな、東連でも同じようなやつ出してるからね、その経験なんかをしっかり使っていただけるとよろしかったかなね、いうところにはなりますが、まあそういったところをしっかり得点源としてっていただければよろしいんじゃないですかっていう話です。でまあ一応ね、うちが出したボーダーライン計算に関しては一応35から38、まあそうだな、まあこんなもんかな、うん、でもまあ40超えてれば相当安心ですね、40超えてれば相当安心、だと僕思いますよ、うん、でね、理論もこれボーダーは下の方で見てもらっていいと思います、基本的に、第1問のボーダーアンダー10点でしょ、で第2問のボーダーアンダー13点でしょ、基本僕これ下でいいと思いますよ、あの幅持って、上下書いてありますけど上じゃなくて下で見ればいいと思います、あの別にそれは気休めで言ってるわけじゃなくて、実際問題はそんなに言ったって書けないから、あー、だからまあ下前提で見ていただいて、まあでもね、特に通学してくださった方々なんかはまあね、やん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 申し上げたんであれですけど、まあ計算で目標としての40オーバーが確保できてれば、まあ多少理論のところで失点あったって全然カバーできますんでね、それが効いてれば非常に安心だと思います。でもね、ちょっとまあ一応うちのボーダーも60点、まあ少し下がってもマイナス5点ぐらいは平気かなっていう気は僕はするんで、それぐらいだったら希望を持っていただいてね、全然いいと思います。たださっき簿記論の時にも言ったんだけど、どうしても税理試験のこれは酷なとこでね、結果が出るまで何にもしないっちゅうわけにはいかないんですよ。で11月だもんね、今年結果出るのが。でちょっと来期ね、まあもうこれ財表で最後であって人は別にいいんですけど、まあ多くの方はこのあと税法に入る予定だと思うので、まあないしは簿記論に入る予定だと思うので、ちょっとまあそこら辺はね、今申し上げたようなボーダーラインは少し参考にされながら、まあ税法行かれるんだったら税法行かれるという前提で、もう準備は僕進めてしまっていいと思いますよ。で逆に言うとね、今回のこの問題前提で考えた時に、まあ、例えばねうちの予想配点前提でお話した時に、まあ、50以上ぐらいかな、50以上ぐらいの得点ができてるって方はもうほぼ合格ラインに乗ってるだけの力はついてるんですよ。でちょっとしたイージーミスでボーダーを少し割ってるだけの話だから、50ぐらいのところまで行けてる方で、もう次にやりたい税法がある程度決まってる方は、僕はもう税法入っていいと思います。これは僕の主観ですよ。最後は皆さん方、ご自分で決めていただくしかないけども、だってこの本試験の問題で50点オーバーぐらいの状況が作れてるってことは、まあ、苦闘だけど、まずもう合格水準には達してるんです、ほぼ。ちょっとしたミスで
何点か失点してるってだけの話だから、税法言っていただいて、でもしよ、ちょっと変なこと言うのもあれ不吉なこと言うようであれかもしれないけど、ちょっと言っとかないといけないんで言いますけど、もし財表が不合格だったとしても、もうほぼ土台はできてますから、来年向けてその力を維持していっていただければ、あと直前期の当連ぐらいなんとか頑張ってやれれば、十分来期につながると思いますんで、なんつうのかな、安全策でね、安全策でとりあえず、まあ次の税法行くのはやめとくっていうのも一つの考え方だとは思うけど、どうしても税理試験ってのは先が長いので、やっぱなるべく早めに科目揃えなきゃいけないわけですから、その前提でやっぱ動いていただいたのは僕はいいと思います。これが、まあ、例えばだけど、あんまり点数で言うと失礼っていうか傷つく人がいるかもしれないけど、別に悪意を持って言ってんじゃないんで、その前提で聞いてほしいんだけど、別にいいんですよね、ダメだっつってんじゃなくて、例えば今日の今回のこの財表の問題で、まあ、30点台とか、まあ、いると思いますよ、そら失敗した時は失敗しちゃうんだから。で30点台とか20点台とかだったら、まあちょっともう一回ちょっと財表をね立て直すってことを念頭に入れながら学習計画は立った方がいい。もうこれはもう適当なこと言っても皆さんダメになんないから言います。30点台ぐらいだったらやっぱり財表のちょっとインプットをやり直すべきところもあるだろうし、でそれでもなおかつやっぱ税法やりたいっていうんだったら、いきなり重い税法行くんじゃなくて軽めの税法一つかませてみるとか、まあ、または財表のねご自分の1年間だったら1年間の学習状況を振り返って、ちょっとやっぱり演習量が自分で少なかったなとか、問題やってないとかあったなっていうことであれば、無理して税法に行くよりは、まあもう一回ね、財表の知識が固まってるうちに財表をしっかり形にした方のが結果としては早く受かるってことになるだろうから、まあそこら辺はね少し得点状況なんかを勘案しながら、次は何やっていこうかなっていうことをちょっとぼちぼち考えなきゃいけない時期じゃない。なんだかんだ言ったって多くの学校さんはもう9月から開校になるから、まあどうでもいいですけど、僕なんか明日開校ですからね、24年向けの防災が、だからもうよその学校さんももうこうやって動いてくんで、で中にね、ほらいわゆる基幹税法と言われるような法人とか所得とか相続とか、まあ、あとは消費も今そうだよね、そこら辺の税法やりたいんだって人はもう基本9月開校ですから、そうなってくるとやっぱりもうちょっとぼちぼち動かないとね、いけないところもあると思うので、それはねちょっと今の時点で 不確定な状況で決めなきゃいけないんだけど、まあ、今のお話じゃないけど、僕は基本的に財表に関して言えば50点オーバーぐらいいってるんだったらば十分合格能力は身につけてると思うので、次の税法というものを前向きに考えてもいいんじゃないかなという気はします、ね。これはもうあくまで参考です。確実に結果が出るまではもう次に進むの怖いという人もいるだろうから、まあ、そういう方はね、結果出るまではとりあえず財表の見直しをしっかりやっといて、で受かってれば1月から、まあ、軽めの税法の講座を申し込むとか、まあ、そういうのも一つだろうし、ね、そこら辺はまあちょっといろいろ勘案しながら、お一人お一人置かれてる状況が違うと思うんでね、前向きに捉えていただくといいと思います。まあ何にしてもね、とりあえずこれで1年間頑張ってきていただいたものが一つ形になりましたんで、まあ今回のね貴重な貴重な経験をですね、次以降の税法などにつなげていただければいいと思いますんで、まあ、いろんな感想はあると思いますよ。でやっぱりさ、大体多くの人たちが母財っていうのは一番最初の税理士やるにあたって選択されてるわけだから、まあ、これはもうね、自己採点で点数取れた人も取れてない人も共通だと思うんだけど、まあ、何したって税理士の試験の厳しさはやっぱり感じだと思うんですよ、ね、やっぱりまあ、こんなこと僕が言うのも偉そうですけど、大変じゃない。母財だってやっぱ大変だしね。でこれが税法なら税法特有の大変さがやっぱ出てくる、ね、で出てくるから、やっぱりもうちょっとこうすればよかったとか、もうちょっとああすればよかったとかって母財やった時にいろいろ思われたところがあると思うので、それはやっぱりまあなんだ、自分の手帳でも何でもちょっと書いておいてさ、税法を始めた時に自分でね財表簿記論受けた時にこう思ったなっていうのは見直すとね、まあ科目は全然違うけど税法の勉強をやる時にも一つ参考になると思いますよ。
9月10月自分が簿記論財表を勉強を始めた時どれぐらい勉強したかなとか、ね、直前期までどれぐらいやってたかなとか、で直前期になった時にもうちょっとこれぐらい回しとけよかったかなって思ったよなとか、税法始まっちゃうと忘れちゃうから、そんなの税法に追われて、ね、で今その感覚が残ってるうちにそんなのちょっとどっかに書いといてさ、あ常にこう自分で見れるように、ね、しておくと、まあそれは税法の勉強をやるにあたってもね、そういや去年9月に授業を受けるだけ受けて問題集やんなかったことが後で響いたなとかさ、ね、それとは経験じゃない、ね、そういうのは一つやっぱやっとくといいと思いますよ、ね、まあ、これからしばらくの間、まあ、今日もちょっとこの後やるんだけどね、まあまあ当然ね、私はこういう状況なんでどうしたらいいですかっていうのはやっぱり自分で決めるのもなかなか厳しいと思うんで、今日もまあ個別相談なんかもやるから、なんかね疑問点があればもう一人で解決できないようなことも当然あるでしょうから、そういうのは順次ご相談いただければ結構でございますし、で私じゃなくても専門知識を持ったスタッフはいっぱいね、うちの水道橋音区なんかにいますんで、彼らなんかでも十分ね対応ができるところはできるでしょうし、であとは別に今日の段階で何聞くか分かんねえってところにもあると思うから、さっきの話じゃないけど僕も明日から水道橋校はもうずっと日曜日、まあ、ちょっとたまに曜日変更がありますけどいるんで、プラッと来てもらったっていいですよ、まあ、できれば事前に電話しといてもらったのは無難だと思うんですけど、授業終わった後でもね、まあ、全然お話はまあ、僕で役に立ちゃうんですけど、ご相談には乗らせていただきますんで、まあ、事前に電話いただければ、水戸橋本校の方に事前に相談電話いただければ、まあ、待ってます。ちょっと連絡がないと時たまたまに僕早く帰っちゃうときは今日は2時間半で終わりましょうとかっつって帰っちゃうときがあるんで、そうせんとちょっとせっかく来たのにいねえってことにもなりかねないんで、まあ、事前に電話しといてもらうと無難なんでね、そしたらまあ待ってますからね、そんな前提でね過ごしていただくといいんじゃないかと思います。まあまあ皆さん何したってね、暑い中試験受け行っていただいたんで、まあまだ疲れも残ってるだろうけど、まあ少しね、今日明日ぐらいはゆっくり過ごして、で週明けぐらいからさね、少し来期に向けてのね、計画なんかを少し動かしていきましょうね。はい、ということでございまして、長い間ねお付き合いいただきましてありがとうございました。まあとりあえず今日はこれでこんな終わりでございますんでね、まあ繰り返しますけど、何か疑問点ご質問等あれば個別にご連絡いただければと思います。以上で、今日の検証会は終わりになります。皆さんお疲れ様でございました。